国語施策の紹介敬語の指針皆さんこんにちは文化庁国語科の鈴木と申しますこの動画では平成19年2月に文化審議会が答申した敬語の指針についてご紹介いたします この動画の流れですがまず敬語のの指針とととは何なのかいいいうことについてお話しいたします。次に敬語についての審議が行われた背景と敬語の指針がまとめられた意義についてお話しいたします。3番目に敬語の指針の構成そしてそれぞれの内容さらに特に注目すべき点についてご紹介したいと思います。 最後に敬語の指針が出されどのような広がりが見られるのかこれについても触れたいと思いますまず敬語の指針とは何なのかについてです敬語の指針は国語文化会での審議を受けてまとめられた文化審議会答申というものですその内容はさまざまな分野に 共通する敬語の基本の部分をそれぞれの分野で作成されるであろうよりどころの基盤として示したものということができます想定されている対象というのは敬語が必要だと感じているけれども現実の運用に際しては困難を感じているそうした人たちです 次に敬語についての審議が行われた背景についてお話しいたしますこの背景には国民のニーズそして敬語をめぐる充足されていない状況があったということになります国語科で毎年行っている国語に関する世論調査でも敬語について必要と感じつつ使い方に悩んでいるという方が多いという結果が出ていました また文化庁の国語科に電話やメールで言葉の問い合わせが時々あるのですがその中には敬語に関する問いがかなりり目立っておりました一方でこうした問いに対して対応するため敬語に関する書籍を見ますとその適否の判断が分かれている揺れているそうした状況があります。 さらに国語審議会の時代に敬語に関する権疑ですとか答申を出しておりますがその中に書かれていることで対応できるかというと必ずしもそううでではなないそそののような状況があったのですそして国民のニーズさらには敬語をめぐる状況それらによってやはり敬語について検討していくことが必要であろう。 そのような結論に達し敬語についての検討が始まったということになりますこうした経緯で検討が始められまとめられた敬語の真ですがその意義はどういったところにあるのでしょうか敬語の真は実際に敬語が使われているその状況に基づいて枠組みが提示されています第三章を見ると Q&A の形で具体的な場面での使い方について説明されています。その結果、敬語の働きが明確に示され、敬語の適否の判断が非常に説明しやすい、そういう状況になっております。従って、この敬語の指針というのは、実用性を備えた答申、そのように言うことができるかと思います。続いて、 敬語の真の構成を見ていきましょう全体は3章で構成されています第1章敬語についての考え方第2章敬語の仕組み第3章敬語の具体的な使い方となっています第1章では敬語が果たす役割に基づきその重要性が説明された上で敬語を使う時の基盤となる 相互尊重自己表現といいう概念を提案しています第2章では実際の敬語の使い方それに基づき敬語を適切に使うための体系として5種類の敬語が提示されています。5種類の敬語とは尊敬語謙譲語1定調語とも言われる謙譲語2丁寧語 そして美化語です第三章は先ほど申し上げた Q&A 形式による具体的な場面での敬語の使い方についての説明となっていますこの敬語の全体の構成について今お話ししましたがこのうち最もポイントとなるのはやはり第二章の体系が示されているところだろうと思います五種類の敬語 こここについいててもうう少しし見ていきましょうこのスライドは学校などで学ばれている3種類の敬語と敬語の指針で示した5種類の敬語との関係を示したものです。3種類の敬語の尊敬語と丁寧語については5種類の敬語でもそのまま尊敬語・語丁寧語となります変わるのは謙譲語の部分です。3種類のの敬語の場合 謙譲語は1つです5種類ですと謙譲語の1謙譲語の2と2つに分かれますさらに丁寧語に入れたり説明がほとんどされていなかったりする曖昧な存在であった敬語である美化語というものを1つ立てていますこの5つが5種類の敬語ということになりますこの5種類の敬語 今三種類の敬語との関係を見てみましたしかしこれがどのような働きで五つに分けられているのかここを確認しておきたいと思いますこのスライドがその働きに基づく説明でございます動作や行為に関してその動作や行為を行う人それからその動作や行為を受ける人どちらを立てるのかで分けるのが尊敬語 それと謙譲語の1です動作や行為とは関係なくその場にいる話の聞き手に対する述べ方で分けるのが謙譲語の二、丁寧語美化語ということになります一番問題なのはおそらく謙譲語だろうと思います謙譲語を2つに分けるこの必要性について確認しておきましょうスライドでは A b 二つの文を示しました A. 弟のところに参ります。B. 弟のところに伺います。A の参りますは自然な表現ですが、B の伺いますは不自然に感じられるものと思います。参ると伺うはどちらも行くという動詞の謙譲語とされるものです。同じ行くの謙譲語なのに、一方は自然で。 一方は不自然であるこれはなぜなのでしょうかこの違いは3種類の敬語の考え方では説明できないのです。「行く」の謙譲語として「マイル」と伺うは「言う」の謙譲語の「申す」「申し上げる」などと同じく別の種類の敬語とする必要があるということなのです。A のマイルは聞き手である 相手に対して丁重に述べるそうした敬語です。一方、B の伺う,うは行為の向かう先、つまり行き先である弟を立てるそうした敬語になっています。弟は身内ですので立てるのは不自然になってしまう。ですからこちらは不自然だということになるわけです。A と B。 この敬語は謙譲語として一つにくくるべきものではなく別のもののももととすべきものだということになりますさらにこの謙譲語の「二定調語」と呼ばれるものこれについては現代新しく出てきたものかというとそうでもないようです。平安時代の古典の作品を見ると下二段活用の「たまう」というものが出てきます。これれは謙譲語と分類されますが 多くはますという訳をすることがあって丁寧語のような訳をすそういうふうになっていますこれがちょうどこの謙譲語の2に,に相当するのではないでしょうか最後にまとめとして敬語の指針がどのような広がりを持っているのかこのことについてお話ししましょう学校教育に関係することとしましては学習指導要領解説国語編で 敬語の指針についてて言及されています。民間においても会社などの研修を実施している機関でこの5種類のの敬語の考え方が取りり入れられらております。従って社会人になると敬語については3種類と学ぶのではなくて5種類の敬語この捉え方で社会が動いているというふうになってきているのです。 また国語科では敬語の指針の内容を少しでも分かってもらおうということで七編の動画にまとめ敬語面白相談室と題して公開しております以上が敬語の指針についての紹介でした敬語の指針自体を確認したいまたは敬語面白相談室を見てみたいそういうことがありましたらは。 このスライドで示している URA、QR コードでアクセスしていただければと存じますご覧いただきましてどうもありがとうございましたご視聴ありがとうございましたこちらの動画もぜひご覧ください